はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。融合じゃねえ、融合です。さあ本日なんですが、スピードロイドベイゴマックスくんがですね、まあ、制限解除されまして3枚使えるようになると。すごい時代ですね。マジっすか、これ3枚使えるんですって奥さん、やばいですね。というわけで、まあ、スピードロイドベイゴマックスくんを、まあ、ぶち込んだ、まあ、本日はですね、一番最初なんで、スピードロイドデッキを持ってきましたと。まあ、ベイゴマックスって結構出張パーツとして非常に優秀なので、まあ、別にその、スピードロイドデッキ以外にもたくさんね、あの、強いデッキあるんですけども、まあ、今回は、さすがにベイゴマックスといえばというところで、まあ、一番最初はスピードロイドを持ってきましたってところですね。で、一応、あの、撮影は、あの、ちょっとまだ、1月10日からなんですよ。あの、制限が適用されるのが。で、ちょっとデッキ使えないんで、普通のランクマットだと。なんで、普通にアルミテッドルームを、に潜入したり、自分立ったりして、まだ撮影をしてきました。はい。なんで、ちょっと相手のその採用されてるカードが、その若干その、環境と違うことが、ありますが、ご了承ください。はい。で、まあ、展開ルート結構、難しいんですよね。あの、スピードロイドって。で、今回は一応、ベイゴマックス帰ってきたっていうことで、普通のスピードロード展開にプラス、あと、まあ、一応ね、あの、地獄セミローカストキングさん、増殖する G とか、あの、打たれた時に、まあ、G 結構重いので、まあ、割とすごい展開しないといけないんですよね、このデッキ、あの、妨害作るために。なんで一応その、止まり所としてローカストキングを入れましたというところと、まあ、あとちょっとエクストラデッキの関係でね、ラドとか入れると、まあ、ちょっともうちょっと妨害伸びたりもするんですけど、まあ、基本的には、ま、クリスタルウィングとか、まあ、クリアウィングライダーとか、あとバルネスとか、立てながら誘発で戦っていくっていうイメージで私、私は組んでおります。っていうのと、あとスピードロイドって魔法カードがあるんですよ。展開札に。これ手札結構使っちゃうっていうのと、ちょっと不確定要素も結構あって、この特に、ルーレットとかは。なので、ちょっとこの不確定要素はちょっと今回抜きましてですね、単純にその1枚初動が、いっぱい増えたんで、スピードロイド。まずこれが1枚初動。これも1枚初動。で、これも1枚初動。まあ、これはまあ、風属性とプラスして2枚初動みたいな感じなんで、まあ、十分ね、戦えるかなと思ったので、今回はちょっとこういう、まあ、不確定要素というか、確定要素とか、ハンドゴストとか重いやつを排除して、まあ、1枚初動系プラス誘発で、構築してきました。まあ、今後ね、ドロバとか結構強いと思うんですよね。超重武者が、多分そろそろ来ると思うんで、マスターデュエルにね。なんで、超重武者結構ドロラットロックワードきついデッキではあるんで、風属性の手札誘発なんで、この辺とも相性がいいですし、まあ、スピードロイドはね、展開で普通に、GOM ガンとかを、出しに行ったりも一応できるんでね。なんで、まあ、相性いいかなと思って、まあ、これは、まあ、ガン詰めしていいかなと。まあ、あとはこの辺のしぐれとか、これまあ、別に弱くないですしね。はい。この辺のカードを入れて、まあ、展開札兼手札誘発みたいな、感じで、使っていければいいかなと。いう風に思ってます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ベイゴマックスってこれなんで帰ってきたんだろうな。ベイゴマックスいねえし。ベイゴマックスなんで帰ってきたんでしょうか。これお正月だからですか。まあ一応一番初動あるんで動けそうではありますけどね。トーンナイト、いや、まあ弱かねえな。 G、 はい、はい。G 重いです。ちなみにまあまあ重いです。まあ、一応ね、レベル32体で作れるローカストキングだけ入れてるんですけど、まあ、基本的に G は重いですね。まあまあ、はい。なんで、まあ、G 打たれた時の止まりどころは一応、まあ、用意しておいた方がいいかなと思います。はい。一応ね。で、カルタ、カルタ出していく。カルタ出して、で、竹トンボ出して、お正月、これ1月1日で出せばよかったな。お正月感えぐいな。一旦シンクロするよりもゴムガンいっちゃった方が良さそうな気がするな。これと竹トンボはね残さないといけないね。ちなみに僕スピードロイドまあまあエアプランで注意してください。あんまり回し方分かってません。はい、融合じゃねえ融合だのセリフしか知らん。で、クリアウィングを除外して、まあ、これでベイゴマックスか、まあ、ドアブルヨーどっちかを、まあ、持ってこれるんで、まあ、まあ問題はないというところですね。で、これはね、ダブルヨーヨーがいいね。まあ、できれば。ちょ、手札弱えな、これ。手札めちゃくちゃ弱いわ。相手なんだ、これ。死んだが。相手、これ、お亡くなりになった。
これ相手選ばせてるんですよね一応。あ、死ぬなと。WOか。あ、もう展開伸びんのかな。とりあえず近藤じゃねえや、ゴムガンの効果で、W ヨーヨーを召喚して、危ない、ちょっと今コンプライアンス違反になりそうだと。で、W ヨーヨーと、ウェイゴマックスの最強コンボによって、まあでもこれもう使っちゃってんだよな。あいつ、なんだっけ、カルタ。カルタ使っちゃってんだよ、これ。次のターンのこと考えてカルタ持ってきとくか。一応、継戦能力がね、ありますからね。竹トンボの効果発動して、あ、ちなみにこれね、多分ね、ラドン入れたらね、もうちょっと強い展開できると思うんですよ。多分、まあ、オライオンとかいけるんで。ただちょっと、まあ、AX 枠も結構開けたいっていうところと、あと、まあ、ラドンしちゃうと、なんだろうな、融合感がなくなるっていうのがあって、僕はちょっと入れてないんですけどね、入れた方が多分ね、展開は伸びます。はい。妨害力は多分伸びるかなと思います。コルク銃で、ダイスと、ベイゴマ出してきて、で、ダイス効果発動、バロネスはいいかこれ。いやこれ1枚チューナー足りねえよな。コルクするしかないですかね。コルクでレベル5にしてバロネス出しに行くしかねえか。クリアウィングライダーでもまあいっちゃいいんだけどね。クリアウィングライダーの方が一応2妨害にはなるんだけど、まあ、バロネス君の万能無効が強すぎると思うんで。で、あとこれ多分ね、これこっち先に出しといて、まあ、ハゴイターでこれで無限に墓地から蘇ってこれるようにしといた方がまあ、いい気がする。で、バロネス行きましょう。バロバロをバロネス君を爆誕させまして、はい。ちょっとまあ、ベイゴマックス邪魔だけど、まあ、ベイゴマックスちょっと邪魔なんですけど、まあいいか、MA です。まあ、なんかもうちょっとうまいこと展開ね、できれば、なんかここでね、ラドン作ってから、まあ、さらに展開ってできるからね、これね、今、現状ね。この盤面だとさ残ってんじゃん、ゴムガンとベイゴマが持ってないよね。あクソがクソが、フルルドバランスの子が、まあ、そんな、なんか激ヤバモンスター、まあ、ちなみにこれ、ドラゴン族はいないので、なんかアルバレラトスとかに変えられるみたいな盤面ではないですね今ね。これ現状ね、機械族と戦士族しかいないから。クリスタルクリアウィングとかクリスタルウィングはマジで注意。アルバスセットでまくられるからアルバスセットでなんか吸収されるみたいなパターンで、マグラムーツ強っ。これ何、これあれか、アナコンディングするパターンか。でも召喚剣使ったな、召喚剣使った。やっと融合範囲があるかどうかかぐらいか。そんなに強くなそうだな展開。あ、レベリオンね、オッケー。獣か、獣置き、獣置きパターンですねこれね多分ね。はいはいはい、了解です。いやーこれね、ラドンに入れるのちょっとやっぱ融合感なくなるからちょっと嫌なんだよね。これ僕のポリシーですこれ。はい、すいません。まあ、もうちょっと強い場面作りたいという方はラドンを入れてください。ラドンとあとオライオンね、メインデッキね。はい、すいません、すいませんでした、すいませんでしたすいませんでした、すいませんでした。私のターン、まあ、一応マッハゴーイーターが蘇ってこれるんで、チューナーさっきサーチしてるんでね。なんで、まあ、マッハゴーイーターからチューナー出してクリスタルウィングはできるんで、まあそんなに、まあ、問題はないかなとは思うんですけども、ドルイドブリムで、いやでも2面処理確定か、うざ、2面処理確定オブザイヤー受賞中。いやこれきついな。まあ、一旦カールターボ出しに行って、これ特殊召喚できます。で、チューナーいるんでマッハゴーイーターが爆誕します。でマッハゴーイーターと何でしたっけ、カールターボで一応レベル8進化できるんで、まあ、そこで全部っぱぶち込んでから考えるのも結構あるな。一旦ハゴイタするか、一旦ハゴイタで、獣ね、はい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 。でドルイドで破壊アンドボチョークリー、まあ2面処理される、2面処理される、まあ2面処理されるんだったらレベル上げちゃった方がいいか。レベル4があるからな、これ上げちゃった方がいいね。まあハゴイタでレベル上げる、で44になる、
これで1枚処理されても多分なんとかなんじゃねえかな。はい、いいでしょう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 。さすがに吹きも同時、吹きも同時攻撃表示召喚効果増。さあ吹きも同時の効果によって、いやーうらら、なるほど、まあ1枚を加えさせることはできないと。問題ないですね、一切問題ない。俺が通してるのはこれだ。いくぜ、うおっ、ハイスピードロイド、カイトレイク、バックターン、効果発動、スピードロー、すべてのカードを破壊、うおっ、くらえー、ババババーつえ、つえ、よっしゃ、獣追放、リソースないぞ、相手、相手、墓地リソースない、来た。一応バトルフェイズ、ぶん殴って、OK、で、メインスハイリング、こいつ何もしないもんね、こいつ何もしない。今なんもしない。でも無限法要だっか、あとあと無限法要だけで、カード1枚セットでエンドか、まあ、ただこれ次ももう一回チューナーを呼び出せることができるんで、またまあ羽子板持ってこれるんで、一応リソースはこっちはあるぞ、こっちはリソースある。何無限法要危ない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 、墓地リソースないから、相手墓地リソースない。よし、でカイドリーが超えられない、来た、いける、よし、俺のさドロー最強最強史上最強モンスターベイガマックスを召喚して効果増、ベイガマックスの効果によってタケトン防具を手段に加えていくぜ、召喚剣使ってるからタケトン防具でいいな、タケトン防具でいい、タケトン防具から赤目大臣に、赤目大臣じゃなくていいか、竹トン防具で効果発動を、はい、でこれはですね、まあコルクしに行った方が強いのかな、コルクしに行って、コルクしに行ったら強そうな、コルク出しに行こうで、効果発動してレベル2にするで、コルク特殊召喚、ほら行くぜ、コルクの効果発動、自分の墓地に存在するシンクロサイドしたモンスターを2体特殊召喚、はいはい、オッケー、でダイスの効果レベルを6に変更していくぜ、そしてハゴイターの効果、中長が存在する場合自分の墓地から特殊召喚、そしてまあハゴイターにレベル3のコルク銃をチューニング、神聖なる光高いし翼をきらめかせ、その輝きで敵を撃て、シンクロ召喚いでよクリスタルウィングシンクロドラゴン、さらにレベル6のベイガマックスにレベル1の赤丸ダイスをチューニング、輝く翼神速となり天地を照らせ、シンクロ召喚現れよクリアウィングファストドラゴン、そして自分の墓地に存在するカールターボの効果発動、家族性モンスターをゲームから除外し自分の家族性モンスターの攻撃力を800ポイントアップ、バトルフェイスレプロクリスタロスエッチ、カイドレイクの攻撃名は何、わかんない、カイドレイクパンチ最後の攻撃名ダサ、あーなるほど、強いですねこれ反動、高校としては100点のみたいな反動してんなこれ、ドロールウララベイグマックス、なるほどベイグマックス、ベイグマックスか、ベイグマックス、破壊なるかどうかみたいな、うらら打たして破壊なみたいな、打たしてからドロールみたいなのでいいんで、もういいんだけどね、まあ、さすがにドロールぶち込んだ方が良さそうな気するんだけど、どうなんだろうな、まあ、とりあえずドローラーのロックバーディングを発動し、これ破壊な意外で一体よ、大丈夫、なるほど、うらら釣ったが良かったかな、今どうなんだろうね、ちょっとこういう時どっちから打つか分かりません、で、竹トンボーグ、はいどうぞ、これあれじゃんね、スピードロードミラーかもしれないじゃんね、だってこれスピードロードミラーだった場合は普通に無限法要で止めてみたいなことできるから、まあ、なんとかなるかな、多分ゴム止めればまあもう何もできないか、相手多分ゴーストリックアルカード、はいアルカード、えあこれゴーストリックピュアリーかな、こんなんかねピュアリーね、あれらしいですよ、スピードロイドを入れるとめっちゃ強いらしいですよ、まだなんかスピードロイドベイガマックスがイコール未来量じゃないですか、なんで普通に強いらしいです、まだ、はい
いやでもこれ止まってきたな、だいぶこれドール効いてるぞ、相手鬼効いてるドロール。どうしよう、打点したもんないもんね。でこれマジックハンド召喚で、マジックハンド効果発動、おもちゃで墓地送りたいです、スピードロイドのカードを。これトラップを送って中南で蘇生するっていうね動きができるんですけど、あー何ですかこれは、無限ゴールですか、うららですか、あうららか、なるほど、うらら了承、まあ問題はない、一切。なんでかっていうと、竹とん防具を引いてるから俺は。あチェーンなさそうじゃね、竹とん防具効果、うららも打ったもんね、うららない、無限効用もなさそう。あじゃあさすがに赤目のダイス打って、赤目 OK で赤目効果発動、レベルを変動するぜ、マジックハウンドのレベルを2に変更、そしてレベル2のマジックハウンドにレベル1の赤目のダイスをチューニング、シンクロ召喚現れろ、ハイスピードロイドコルク銃効果発動、シンクロ素材とした、素材のモンスターを自分の家から特殊召喚、はいはい効果発動。いやこれゴムちょっと外れた時はやばいから、外れるとマジで世界終わるレベルなんで、まあ、ちょっとここかな、さすがにクリスタルウィング出しといたら強いやろこれで、羽子板を墓地に送っておくのもまあ非常に大事といったところ。まあ一応無限攻撃はうららあるんで、妨害数は多分足りてるから、これで出しに行って、でこれでどっちでもいいね、これでどっちもいい、でゴム出して、でこれでこれどっちでもいいです。これはね7だね。でこっちのや、でんでん太鼓とヨーヨーでいい、でんでん太鼓とヨーヨーでいい、でんでん太鼓とヨーヨー、オッケー。でこれどっちでも同じ、これどっちでもいい、まあでもどっちでもいいように しながら展開するのが結構大事なんですよね。スピードロードこれがあるから難しいですよね結構。で GOM ガンの効果によって、これあのスピードロード使いにね、これゴムガンって言ったのがめっちゃ怒られるんですよねめっちゃ怒られるそれ、なんか知んないけど。で、レベル5のクリスタル、今日は羽子板レベル3の電電大学をチューニング、シンクロ召喚現れよ、クリスタルウィングシンクロドラゴン。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるか。バトルフェイスレプロクリスタルスエッチゴムファイヤー、ゴムファイヤー、あ何のチェーンこれ、なんか破壊した時あったっけ、特にないよ、これ何のチェーンだ、今なんか一瞬チェーンあったよな。まあ、とりあえず、まあ、無限抱擁を縦列にセットして、で縦列にセットして、まあこれでターンしようじゃないですか。まあ、この縦列バレますけどね、クセカードがもう明らかにおかしいところにセットしようからね。はい、で多分ねピュアリーなんじゃないかと思うんだよな。あそうですよね、でピュアリーリリー、はい、止める、これ破壊しちゃってもいいか、破壊してもうてもいいな、どうせどっかでまた使うんだったらクリスタルウィングシンクロドラゴンの効果3戦飛んできたらやばいか、3戦飛んでき、3戦飛んできてもそんなにか、裏あるしな、一応ドローは止められる、パクリはしゃあない、パクリはしゃあない、はい、なるほど、スリーピーメモリー手札捨てさせて出てきたモンスター無効だなこれ多分。スリーピーメモリー効果発動、一番手札捨てる、スリーピーか OK、 でスリーピーで出てくるモンスター出てきた無限抱擁かうららかどっちもいいけど、まあ無限抱擁の方がいいか、はい、でピュアリー無限抱擁無効、サーチも入れさせないし、その縦列のカードも使わせない、おは終わり、おは終わりでーす、おは終わりでーす、これはさすがにもらえましたかね、オッケー、よし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 、なんだろピュアリープかね、なんかピュアリープくせえなあれ、あのステカード、ピュアリープな気がするわ。電電大光効果発動、自分の
墓地のチューナーを特殊召喚できる、でコルク銃特殊カモン、さらに、チューナーが存在するため自分の墓地のマッハゴイタ特殊召喚、これがね毎ターンでいうのマッチ強いっすよね。これスピードライドのいいとこ、これ毎ターンなんかこの8ができ8進行できるの強えよなマジで。でビー玉効果でカルタ持ってきのカルタダッシーの、はい、カルティングカルタダッシーの、まあ、一応カイドレイクかな、カイドレイク8 9 0 11 8 9 0 11、さあいけ、ハイスピードロイドカイドレイクの効果一応外すか、表が表示のカード向こう、まあ、あんま関係ない気がするけどこれ向こう、はい、でレベル8のカイドレイクにレベル3のコルク銃をチューニング、シンクロ召喚バイク、マイバイクバイク川崎バイクで、バイク川崎バイクの効果発動、サイコロをめっちゃ振って、よし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 つえつえ、これ5枚まで上がります、相手のフェイトのカード5枚まで選んで上がります、5枚選んで破壊強すぎだろ、やばいこれはさすがやばい。しかもねこれちゃんと選んで戻した後にそれまでなんで、これ同じじゃなくてもいいですよ数、これマジ強いっすよねこいつ、やばすぎ。あピュアリブだった、やっぱりピュアリブでした。でカルタ効果発動して、まあ家族戦もギミック除外しまして、打点めっちゃ爆発させまして、もう死んでますねこれ、何年死んでるんですか、相手あピュアリープうるせえな、黙っとれお前は。まあでもそうか、まあ戻さないとね、まあ、再利用できませんからね、はいはい。でバトルフェーズ行きましょう。レプロクリスタルセッチ、無免許暴走バイクアタック、対戦ありがとうございました。あーなんもねー、結構誘発入れてるんですけどね、枚数的にはねなんか10何枚だっけ、14、5枚ぐらい入ってた気がするから、まあ、高校であんま誘発引けないってことあんまないんですけど、まあ、見事にあんまりないですねと今ね、はい、まあ、こういうこともある。うちでのことしゴミデッキの匂いするな。あシェードブリガンダイン来た、最強カード、幻影か、幻影も結構強く、幻影にそんなカード入ってないか、うちでのことじゃんのこれ、デストルド、はあなるほど、デストルドゥと、シェードブリガンダインでエンシェントフェアリー、あなんだこれあんまわかんねえのこれ、名推理、何これ、何デッキこれ、幻影3なのかな、ちょわからな、何これわかんなすぎ、わからん残骸爆破、あやばいやばいやばい、あやばいやばいやばい、ビーストとかなんかやばいすぎるもんさ落ちてる、え残骸爆破ってどういうこと、え送りすぎじゃない、送りすぎじゃない、ちょっと待ってカード送りすぎじゃない、おい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 お前全部出来上がったやんけ、ふざけんなふざけんな、しかもライトロードビーストウルフ死ぬほど出来てるんだから、クソどうなってんだこれ、どういうことやねんこれ、わけわからんぞ、イビルチャーマインドーガーさと、なんだっけこいつハンデス、いや違うわ、お互いの墓地のカードを合計5枚まで対し選択して持ち主のデッキに戻す、なるほど、はあ残骸爆か、やばいやばいやばい、なんかやばいことしようとしてる、わからん、なんか意味わからん動きしてるぞ、ベルキャットファイター誰やねんお前、お前誰やお前、いや赤石クマちゃん効果やばい、リンクマーカー3、やばいやばやばいやばいやばい、残骸爆か3枚サーチやんけこれ、実質あかん、助けてお母さん、やばいってやば、天才かよ、なんだよその最強サーチ、デッキ残骸爆
のみにしてアカシックで全作曲の遊戯王うますぎんか。